皆さんこんにちはレクセンに講師の赤松です、えー、今回は直前卓一過去問絞り込み講座こちらの講座について簡単にご紹介をさせてください、えー、直前期になりますと過去問学習、えー、どうやってやったらいいんだろうかこれは多くの受験生の悩みのためだろ、えー、ためだろうと思いますはい、そこで、えー、こちらの講座では直前期にやるべき、えー、過去問 これを絞り込んでいきますただしその時に例えば過去10年間分の過去問やりましょうまあ、こんなアドバイスも多いかもしれませんでも過去10年間分の過去問やれば A ランク枝 A ランク枝これも当然入ってるんだけど BC 要は今後を繰り返し出せる可能性が少ない枝 えー、そういった枝もどうしても混ざってしまいます。えー、それは非効率的なんですね。えー、そこで今回の構図はそこを工夫しました、えー。タイトルに書いてますように、直前期 A ランクの枝、これだけを絞っています。要はたくさんある過去問の中から A ランク C だけを絞り込んで、でそれをもとに新作問題約700台を作成しております。えー、この700台は、えー、約10年分相当問題となります。 はい、ですので1つの問題がありますけどその1つの問題に5つの枝,、えー、枝が並ぶことになりますけれどもこれは単に過去問をこう抜粋したんではなくてその各枝はいろんなな問題からこう抜粋された、A、ランクシとなります、はい。そういった問題を解いて皆さんに効果的に、えー、過去問の学習をしていただきますはい「直前択一過去問絞り込み講座」。 タイトル通りですが直前3ヶ月で過去問を何とかしようという講座となりますはいこんなお悩みを持っている方過去問を使用した学習どう計画を立てたらいいんだろうか重要なとにかく過去問に絞って勉強したいそれから記述の配点がアップされますということは えー、過去問をスピーディーに解くこれも重要になってきます、えー、そこに戸惑いを感じられている方このような方にぴったりの構図ですはい、ポイント一番直前期の卓一学習はとにかく絞り込んだ問題を回すこれが王道です、えー、本構図では、えー、構図の開始前に一、えー、回オリエンテーションという会を設けます えそしてそのオリエンテーションの会で、えー、皆さんがこんな感じで、えー、過去問を、えー、回していってください皆さんに過去問回すスケジュールこれを提案させていただきますそして本番がスタートしたら皆さんそのスケジュールに沿って、えー、お配りされた過去問レジュメですねそれを回していくようにしてください、はい、膨大な過去問の中から直前期に回すべき枝を厳選しています はい、先ほど申しました通り単にこう角を丸ごと、えー、抜粋してるんではありませんそうするとやはり不必要な枝が混ざってしまいまいす。そうではなくてもう数多くの過去問の中から本当に A ランクし、これは絶対落とせないっていう枝ですそれだけをチョイスして新作問題を作っております、はい、なので今まで過去問を学習されてる方もその A ランクいろんなところの A ランクが混ざった問題がこうできてるわけですから それ自体が新しい問題。過去に出された枝がこう違う形で組み込まれて問題ができている。その問題がちゃんと解けるのかどうかですね。これも新しい練習になると思っておいてください。はい、得点アップ対策としても最適です。特にこの司法書試験、当然難しい枝も混ざってくるんですが、やはり高得点を取るコツは、 過去に出されている a ランク氏 a ランク論点を確実に判断できるかですそうすれば2つに絞れるわけです。その a ランク氏が確実に判断できないから、結局は全ての枝を読まないと答えが不安になって出せないということになっちゃいます。はい、その、えー、自信を持って a ランク氏を切れるように。はい、この講座はその a ランク氏ばかり並んでいますから。 この講座を繰り返してやることで A ランク種の知識それを確実なものにしていきましょうとにかくその A ランク種の精度を高めるってことですそれをこの講座を通じてやっていきましょうポイント四番不動産登記を商業登記をこれを最重要視していますはい、これは記述の配点アップに連動しています今回記述式が えー、従来70点だったところから140点に、えー、配点がアップされます。と、はい、いうことは、えー、今まで通り択一で稼いで記述は基準点ギリギリでいいこれではちょっと逃げ切りが難しいところが考えられます。記述でもある程度を稼がないといけないそのためにはどうするかそのためには記述に時間を割くことです記述に時間を割くと、えー、いうことは過去問を解く時間。 えー、卓一を解く時間、ごめんなさい。択一を解く時間を極力節約する。ということです。じゃあ、それはどうすればできるかというと、さっき言ったことと一緒。A. ランクの枝を的確に素早く判断できる。この能力を培って。おくことです。そうすれば、それに自信が持てれば、あと二つの枝を確認すれば、答えが出せる。ということになります。はい、そのように。えー、重要論点。 A ランクロンというのはしっかりと身につけるということはそれで卓越をスピーディーに解けるようになる。で強いてはそれが気質の、えー、配点、えー、得点アップにもつながるということです。はい、記述対策にも有利と考えてください。はい、そして、本試験直前の、えー、本試験模試としても役立ちます。 過去の本試験出されて枝を組み込んで問題を作っていますからそれ自体がある意味本試験問題の予想問題本試験模試となりますえそしてこちらの講座まず冒頭言いました約700問程度の問題これは事前に皆さんにテキストレジュメをお送りする形でそれは各自で演習をしていってもらいますでそのスケジュールについてはこれも言った通り オリエンンテーションの回で説明していきますで皆さんはその各問をまずペースに沿ってこう練習していくえそしてこの講座あと10回生クラスがございますでこちらは梅田駅前本校で実施をさせていただくんですが、まあ、この生クラス並行して少し遅れる形になりますが通信ウェブの形で同じことを実施していきます。でここでは何をやっていいただくかというとう えー、そ700問ある問題そこから抜粋をしましてそして本試験形式に並べをします、えー、その700問の問題については民法不動産投票会社法科目ごとに並んでいると思ってくださいでそこからチョイスをしまして、えー、まず生講義1回目では午前、えー、ですから憲法3問で民法20問、えー、刑法3問会社法9問 っていうね、それで合計35問です本試験形式で問題を出します、はい、ですので、えー、っと初回は、えー、そんなに点数取れないと思うんだけど、えー、そ皆さんこの700問の方をこう繰り返してやっていくわけだからこれ回数ごとに当然、えー、点数が取れるようになっていかないといけませんでそこで本番形式で練習をしていただきますでこれ時間設定は1時間とします午午前もも後時間です。 で残り約2時間程度が解説と思ってください1時間でやっていただくのはこれやはり午後の、えー、休日式この念頭に置いてます午後の休日式では最低でも2時間は休日の時間取ってほしいんですなので日頃から卓一を1時間で解く練習しておかないといけませんで午前はまあ2時間で解ければいいんだけれども まあ今回はまあその午後に備えた対策としてもですねまあ午前の科目も同じように1時間で35問まあそれを解く練習を合計10回やっていこうということです。で,午午午午で,でこれは本試験形式に問題が並んでいますからその700もの問題集のほかにこれがいわゆる本試験の模試となります。最終的にに本試験の直前期にこれを 合計年年度でいうと5年分になります、はい、これをやっていたことでこれが本試験模試本試験対策としても利用していたことができます。はいそのような形で今回ね、まあ、従来からこれを行っていた講座なんですが新しくいろんな工夫を試みています。まあ、特にやはり一番苦を凝らしているのが えー、単に過去問の抜粋ではなくて、その囲むの中でもさらに重要視される、えー、A ランク史、もうそれだけを、えー、重点的に、えー、そしてそれで問題を構成しているということです。はい、なのでこちらの講座で、えー、その700台、おおむね700台、これをしっかりとマスターして、えー、いただければ、そうすればもう A ランク論点はばっちりと思ってください。はい、そうすれば、 A ランク論点がバッチリだからこれは必ず本試験の軸足となって出て出きますそうすればその軸足がしっかり判断できるわけだからあとは消去法で、えー、うまく答えを出してそして皆さんの得点ですねこれの得点アップにつながっていくということです。はい今回は、えー、直前択一各門絞り込み講座このように。 いろんな工夫を凝らしてご用意をさせていただくこととなりました。はい、ぜひたくさんの皆様ねご、えー、ご時刻お待ちしており,、まえー、おります。過去問の直前期の学習はいこれにとっても最適の講座、ベストの講座と自信を持っております。はいこちらの講座を通じて 直前期対策、そして本試験に欠かせないやはりマスト論点ですね、A ランク論点、これの習得に努めてまいりましょう。はい、それではこちらの講座を通じてですね、皆さんのレベルアップ測ってまいりますので、はい、ぜひ皆さんもこちらの講座で一緒に頑張っていきましょう。はい、ではぜひね、ご受講の方ご検討ください。 構図でまたお会いできることを楽しみにしております。では今回以上となります。ご視聴ありがとうございました。